今日も庭が美しい。雨が降っていないが、また別の岩の顔つきである。この岩、面白いね。この岩、面白いね。この岩も面白い。睡蓮はいつか咲いている。金魚たちが楽しく泳ぎ回っている。さあ、今日の芸術、石野洋造の芸術、絵画から始めたいと思う。まず1枚目。これは松女お祭りという意味で、町の上を飛行機が飛んでいる。風船やなんやかんやいていろいろ大空に舞い上がっている。ビルたちが目を開いてあちこちキョロキョロしている。まあ、そういうふうなイメージで見ていただいたら面白いと思います。これは全く私が遊んでいるという絵です。次は日本の木、間に挟まれて小さな木もある。日本の木、まあこれをどう見るかの問題ですな。ちょっと普通の常識では判断しがたい絵になっています。次は恐ろしい鬼と言うていいか、愛嬌のある鬼と言うていいか、とにかく鬼の写真です。私の手にかかったら鬼もコミカルになってしまったかもわかりませんね。ということで今日の解説は終わりとします。それでは皆さん、お元気でごきげんよう。